ちのどっかの真鍋楽団です。本日お楽しみいただきますのは、1977年の夏から秋にかけて、行われましたラッシャー木村のシングルマッチ2試合をご覧いただきたいと思います。ラッシャー木村の一騎打ちでございますね。これはですね、世界タイトル戦ではなく北海タイムズ杯争奪トーナメント戦みたいな感じになってまして、札幌中島体育センターで、決勝戦が行われました。その試合の模様でございます。まずミスターヒト、いやーこれはなんか怪しそうな気配がしますね。そしてジプシー・ジョー、もう場外で吉原町相手に大声で喋りまくる、こういう感じでございますね。もう波乱の展開が予想できそうな、そういう試合でございます。そして第2試合、77年のスーパーファイトシリーズで、行われました、ラッシャー木村対ボブ・エリスの IWA 世界ヘビー級選手権試合でございます。その時にマスクとグラップラーなんて覆面レスラーで来て、いきなり開幕戦で覆面脱いで、ああボブ・エリスだみたいな話になって、まあボブ・エリスといえばあのブルドッキングヘッドロックの使い手として有名だったんですけどね。これでボブ・エリス対ラッシャー木村のブルドッキングヘッドロック合戦が見れるんじゃないかと、どちらが強いんだみたいなことでございましたけども、まあ結局ブルドッキングヘッドロックは1回ずつ決めて、2回目は2人とも外して、なんだそれはみたいな感じなんですけども、お楽しみいただきます。どうぞ。社長に木村と対戦させろという話を、その間に時間無制限一本勝負開始の分がすでになっております。そして場外にラッシャー木村が引きずり下ろされております。ほらほらほら、場外で捕まっております。試合開始前から手にしておりましたその鉄の鎖で首を巻きつけ、そして額のあたりを激しく襲います。鉄のチェーンで拳のあたりをぐる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 巻きまして、その強烈なパンチをラッシャー木村の額のあたりに叩き込みました。何か鈍い音がいたしました。すでにラッシャー木村の額は2箇所3箇所と大きく割れております。吉原さん、この北海道トーナメントの決勝戦、時間無制限キラーと若松とラッシャー木村、レフリーは一応阿部治一人ですね、サブレフリーは置いてないですね。そうですね、もう大丈夫なんですかね。やっぱり狂気はあの取り上げなきゃダメですね。はい、依然としてご覧のようにまさにこういった状態です。ラッシャー木村のその首のあたりに二重三重と鉄の鎖が巻きつけられております。現在今開始直後行われました場外乱闘は圧倒的にキラー東亜鎌田のペース、鎌田が場外にラッシャー木村を誘い出しました、引きずり出しました。そして鉄の鎖を使いまして存分にラッシャー木村を痛みつけ、ようやく場内に戻りました。この北海道大会、北海道トーナメント決勝戦、時間無制限一本勝負、キラー東亜鎌田といたしましては依然としてご覧のように鉄の鎖を使っての攻撃が続いております。6月の27日静岡駿府会館で念願の鎌田といたしましては男の IWA 世界ヘビー級、そのラッシャー木村の保持いたしますタイトルに挑戦したわけでありますが、1本目鎌田が速攻で抑え、2本目は木村が抑えまして、3本目結局両者リングアウト、両者リングアウト、1対1のドローでラッシャー木村が引き分け防衛、キラー東亜鎌田5度目の夢もついに正夢とならずといった展開でございました。そういったやはり何かすっきりしない、鎌田としてはすっきりしない、その1分を今日のこの札幌中島スポーツセンターのリング上一気に爆発させている感じのキラー東亜鎌田であります。この試合2度目の場外ラッシャー木村のその大きく割れております額が鉄柱に叩きつけられました。
このシリーズ途中から参加という大きな話題を巻きました。あの放浪の殺し屋ジプシー・ジョーが、あるいはこの後の日立大会で姿を見せんではないかという私どもの大きな圧倒的な予想を裏切るようにいたしました。今日こその札幌中島スポーツセンターのリング上に姿を見せております。この辺りはビッグチャレンジシリーズの後半にかけまして、北波乱も三波乱も起こりそうなこの真夏の共演チャレンジシリーズ、再びようやくといった感じで場内に残りました。クリーンのパンチ、そして鎖を使いましてのクローホールドに行きました。キュアトー赤松、このビッグチャレンジシリーズのどの試合で見せたよりも今日の蒲田は凄まじいですね、はい、やはり一つの信念みたいなものがあるんでしょうね。今日はもう何としても木村に一泡吹かせて北海道大会のトーナメント戦、しかもキラーと若松が望んだ時間無制限一本勝負という試合方法、ここでラッシャー木村自分のあのニューヨークのマイコンスクエアガーデン神奈川市の熱戦を展開したキラーと若松のプライドを感じる一戦ということもできましょう。ラッシャー木村が鎖を奪い返しました。さあこれで試合の展開がどう変わりますか。立ち上がりました。キラーと若松、田中の額も大きく割れました。今日は何か若対岩田というよりも徹底的なデスマッチスタイル流血戦、その流血戦の断層を奏でるように場内この中島スポーツセンターの各界大宮川のサバンドを行われております。田中対岩田をつけてロープに飛ばしたリバウンド、そしてクロスショップ、そしてさあブレンダースターにセンター、ブレンバスター、木村のブレンバスター、しかしリングサイドには人がぴったりとついていますが、今度は彼方のバックに回ります。バックに回ったバックドロップ136キロ級は田中、また音を立てて崩れました。なおも入念に両足を取りました。両足を取った逆襟固め、ラッシャー木村しきりにリングサイドからクレームをつけます。ミスター人がしきりにクレームをつけております。その人を停止いたします。この互い締め、ちょっとこの逆エビ完全な体勢なんですが、場所がロープ際ですね。折りあらば木あらばリング内に飛び込もうというミスター人。これはうまいディフェンスを見せました。ラッシャー木村、さあこの後木村がどういう風に持っていきますか。木村が立ち上がります。木村が何とかしてそのエースのブーツを脱がせます。脱がせました。何か入ってるんじゃないかというラッシャー木村、ハンドルカーがアピールでした。入念にラッシャー木村がそのブーツをチェックいたしました。見たところその狂気らしいものは出てまいりませんでした。逆にそのカウボーイブーツの片側辺りにエースを打ち抜きラッシャー木村チャンピオン、依然としてこのカウボーイボビエイジの右側のブーツはラッシャー木村が掴んでおります。しきりにリングサイドのサブレフリーのファンモス鈴木がこのブーツの辺りを指さしまして、何か大きな声で言っております。この放送的には聞こえませんが、しきりにサブレフリーがアピールしております。カウボーイボビエイジの額も大きく割れました。ちょっと普通のかかとであんな実に結びつきました。切れませんね。やっぱり何か狂気が入られますね。ラッシャー木村チャンピオンを上回ります。挑戦者カウボーイボブ期待を大きく切りました。顔面血だらけであります。どうやら今の攻撃も狂気を使ってのパンチのようです。どうやらあの指のところに中指ですね、指輪状の狂気ですか、勝ってますね。カウボーイボベーリス、ラッシャー木村がその手首のあたりを掴みます。狂気を外しました。金属製の大きな指輪のようなものがその指にしっかりとはめられております。カウボーイボベーリス、挑戦者のエリスも顔面血だらけであります。木村がブラックジャックを外しにかかります。そして今度は狂気、果たしてこれを外すことができますかどうか。
手首をがっちりとロックしております。手首を殺しております。ラッシャーチームどうやら外しました。どうやら外しました。そしてブラックジャックが発射、クリアのような狂気また取り当てられました。カウボーイボブエリス、どうやらこれで吉野だった、はい、エリスは丸腰状態ですね。そうですね、あの靴はないですね。今狂気を前人が取っております。取り上げております。前人が自分のズボンのポケットにその狂気をしまいました。それにしてもラッシャー木村、そしてカウボーイボブエリス、激しい失血となりました。61分一本勝負。体格が決まれば懸命だよ。カウボーイボブエリス、どうやらこの辺り勝負してましたか。ゴールの体勢に入っておりますか。カウント2、ラッシャーキラー体勢を崩しました。やはり狂気なし、ブラックジャックなし、そしてブーツが片方なし。エリスが勝負のままと読んだのも当然でありますが、エルボードの木村が外しました。靴が片っぽというのはなんとなくこれは吉野さんの感じが悪いでしょうね。全然ね、右で蹴ろうと思って思い出して、ラッシャー木村がこれが金メダルバック、大きくジャンプして叩きしました。ラッシャー木村ゴールの体勢が、さあどうかどうか、カウントのようです。これがキングヘッドロック合戦となりましたね。なりましたね。あれ血で滑っちゃってるんですね。あーはーはー、さあ木村がもう一発、体勢を外しました。カウボーイボブエリス、木村の方がニュートラルコーナーのガードに激突いたしました。やはり血で滑ってますね。もうこれ一発ですね。おっとバックドロップを決めた。木村きれいに決まった。高い中でゴールの体勢に持ってった。カウント2、高評価チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。